FM 那覇 78.0 MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしておりますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ 朝によります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。早いもので今回の収録ですけれども、もう7月の後半週になりました。日々暑い状況が続いておりますが、毎週申し上げておりますけれども、皆様体調管理いかがでしょうか。特にこの時期、各メディア等でも扱われておりますが、熱中症、ここは一番やはり注意をする点でもありますし、当番組のウェルネスウィークでもお伝えしましたが、熱中症の特に半数近く自体は実はご自宅の中というお部屋の中で発生しうる状況が数多く報告されているという状況もあります。部屋内の換気ももちろん重要ではありますが、適切な形で室温というものも注意いただき、ぜひ安心安全に過ごしていただきますようよろしくお願いいたします。そして今回8月の第3週目で放送をお届けいたしますけれども、今回この6月からシリーズ企画としてスタートいたしました、沖縄の酒類文化発展を目指してというテーマで、今回第3回目での情報提供としてお届けします。もともと6月の初回放送の時にもお伝えしましたが、まずこの沖縄における酒類の歴史、そして青森等における原料製造の特徴などもきちんと伝えながら、それらに関連します産業構造の部分、それから製品文化の存在意義などさまざまなテーマを取り扱いながら、多角的な形でゲストをお迎えして情報をお届けするというコーナーになります。この11月までこの企画シリーズとしてお伝えをしておきますが、今回は青森の中でもですね、今回イムゲという製品群について過去2回で取り上げさせていただいておりますが、その原材料にあたりますお芋に関連する状況、そして農業構造などについての情報提供も合わせて今週お伝えできればと思っております。そして今回その情報をお伝えする上で、素敵なゲストお二方お招きしておりますので、そのお二人に今日はいろいろな形でお話をお伺いできれば嬉しく思います。それではまずはお一方目ですね、ご紹介いたしましょう。農研機構九州沖縄農業研究センターの岡田義弘さんです。岡田さん、ご一緒よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてもうお一方、このシリーズ企画にはなくてはならないご意見番と私勝手に申し上げてますけれども、制服酒造代表の神奈社長です。神奈さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、神奈さん、もう今回すでにシリーズ3回目突入ということで、はい、まだすっかりラジオにはもう離れしてきた印象もありますが、はい、なんか慣れた感じになりますね。今後他のメカさんのご登場もあるかと思いますが、ぜひいい形で、はい、神奈さんのキャリアをですねお伝えいただければと思っておりますし、よろしくお願いいたします。また岡田さんの方はこういう形でのラジオのご出演というのはこれまでも何度かご経験おありですか？いや、ラジオは初めてですね。あ、はい、そうですか、はい、非常にゆったりとした形でお届けする番組なので、あ、はい、わかりました。ぜひ今日はフランクにいろいろとお話もお願いできればと思います。はい、改めてよろしくお願いします。お願いいたします。まず今日リスナーの皆さんにお伝えをしたいのが、今日岡田さんのご紹介の時にも触れましたこの農研機構という組織ですが、まずそもそもこの農研機構というものがどのような組織体なのかというところから今日はご紹介してみたいと思います。岡田さん、この農研機構、正式名称でいうと国立研究開発法人という取り扱いで、指定されているようですが、歴史で見るとかなり長いといいますか古いんですね。明治時代までこう遡る歴史を、そうですね、遠隔として持っているようですが、以前法人化する前は、はい、いわゆる農林水産省の農業試験場の扱いだったもので、はい、歴史は古いですね。うーん、
そしてこの農業試験場ですね、それらのものを平成に入ってからですか、2001年あたりからこの国立研究機関という形でこう統合が進められていくというところなんですけれども、はい、非常に多岐にわたる内容を扱っているなと思っていて、はい、この事業内容の中の2021年からの第5期中期目標の中でも大きく3つですね、食料の自給力向上と安全保障、農業食品産業の競争力強化と輸出の拡大、そして生産性の向上と環境保全の両立という大きなメインテーマを掲げていらっしゃいますけれども、はい、この長い歴史の中でも すごくこう農業としての取り扱いで見るとなんかゴールがこう集約された大きな3つのテーマだかなというイメージが捉えたんですが、そうですね、はい、やっぱりここ最近はいかにその現場にダイレクトにその成果がいかに届けられるかっていうようなところを重視して目標が設定されてきてますので、はい、よりその現場に近いような、技術開発であるとか目標設定を行って、はい、その研究を行っているっていう形になります。また全国的にさまざまな地域にこう専門的な拠点をあえて設置されていらっしゃるというのは、はい、それぞれの地域の特性を捉える上でやはり重要だからというのが、そうですね、やはり全ての作物が同じように日本全国で栽培できるわけではありませんので、はいはい、やはりその地域に特化したといいますか、その地域に根ざしたような作物を各地域で取り扱ったりだとかしているために、そういった細かく、いろんな拠点が分かれてまして、はい、まあ私が所属しているのは九州沖縄農業研究センターになるんですけれども、はい、まあ、その中でも、まあ沖縄については我々の方で沖縄県の農業試験場の方に駐在して、はい、研究を進めているっていう形になります。そして岡田さんの方の担当グループとしては主に甘蔗それからサトウキビの、はい、育種に関する取り扱いが、はい、まあ、主な形になっているようですけれども、はい、このあたりやっぱり沖縄という気候性、はい、産業構造とかも含めてなんですが、この甘蔗、はい、まあ、いわゆるお芋だと思うんですけれども、はい、そういったものとサトウキビ この両立といいますか、はい、その育成というのはすごくやはり重要なポイントになりますか。そうですね、まず甘蔗についてはやはり鹿児島、はい、九州が有名なんですけど、まあ、実は日本に最初にお芋が入ってきたのは沖縄で、はい、沖縄から全国に広がっていったという経緯があります。でまた甘蔗の育種についても沖縄から始まって、沖縄で作った種を全国に持っていって、はい、そちらでそのいろんな選抜を行うっていうような形で行われてきてますので、沖縄と甘蔗っていうのはすごく関係の深い作物です。で、まあ、当然以前はその甘蔗っていうのはいわゆる何て言いますかね、換金の作物というよりも自給作物、はい、自分たちが食べるための作物としてたくさん作られてたんですけれども、はいはい、まあ、それが、だんだん、まあ、いろんな食べ物が出てきたり飽食の時代になって、そういう芋が減ってって、はい、逆にお金に変わる作物サトウキビに変わってったっていう経緯がありますよね。はい。でサトウキビについてもやはり沖縄ではもう本当に基幹になる作物なので、はい、もうそこの研究はもうがっつり沖縄県の方でも国の方でも、連携してやっているっていう形で、沖縄では取り組んでるっていうことになります。なるほど。そうすると今のお話があったこの甘蔗サトウキビのお話でいうと、ある種現在 この品種の状況であったり技術的な、はい、向上に向けてのお手伝いであったり、はい、それ以外の品種開発も含めてだと思うんですが、はい、それらの総合的な情報取り扱いを支援する側のお立場として
研究がなされているというイメージですか。そうですね、まあ、ただ支援といいますか、私自身はもうダイレクトにその品種の開発を、こちらでやらせてもらってるんですけれども、まあ、やっぱりそうどういう品種を開発するかっていうのもその現場を見ながら、どういった問題があるからそこを改良するとか、はい、そういうことを、現場と一緒にやっていくっていうことを、常に心がけてるつもりです。なるほど。神田さん、このあたりやっぱり現場の声をダイレクトに反映できるというのはすごく大きいですね。そうですね、まあ、そもそも私どもがイムゲーをこう始めようと思った時にまず突き当たったのがですね、はい、そもそもお芋がなかったんですよ。沖縄でですね実際作ってる、あの時で僕が聞いてるのが、はい、年間2000トンくらいだったかな、うん、で石垣島で作ってた量がね100トンちょい150トンぐらいだったと思うんだけど、ええ、そうするとですね お芋が足りないんですよ、うん、はい、でなんで足りないかって言ったら お菓子は例えばお芋をこうやったらあれから結構な量、要するに1キロぐらいあったとしたら、ええ、結構な量取れるんですけど、お酒をですね1キロから1リッターのお酒しかできないんですよ。だから お酒っていうのは非常にこの原料を量を使うもので、はい、例えば100トンしかないような島の状況でじゃあお酒用に欲しいですって言ってじゃあ何十トンくださいって言ってもらえないんですね、はい、でやっぱりそこでじゃあこれも自分たちで栽培するしかないなと思ったんですけど、ええ、やはりこの僕らみたいに量をある程度使っていく方向の農業だとですねどうしても今やられているこのお菓子のお芋栽培とはちょっと合わないんですよ。むしろ県外でやってる大規模な栽培という方向を目を向けないとちょっと長くはできないなっていうのがあってですね、それでまあいろいろ情報とかいろんな人に相談して岡田さんに行き着いたっていうのが現実なんですね。でその時も結局なんとか沖縄でのこの鹿児島とかでやってるような大規模な農業ができないのかなっていうのをいろいろ相談して、まあ、そこからこうつながりができたっていうのはあるんですけど、だから本当にそういうふうに僕らがこう産業のニーズとして欲しいなって部分で非常に相談しやすかったっていうのがあります、ね、なるほど。結局沖縄は今もう甘藷の栽培はお菓子の加工原料用のお芋が9割以上なんですよ。でもうそういうお菓子メーカーが原料として買い取りますっていう、まあ、市場というかルートがもう出来上がっちゃってたんで、はい、そこに入っていくっていうのがかなり大変だったと思います。そうか、また沖縄自体のその市場性っていうものありつつ、岡田さんの方ですとやっぱ沖縄以外九州のエリアでのそういった情報というのもお持ちでしょうから、はい、その違いバランスというのをいい意味でどういう形で導入した方がいいのかという、そうですね、はい、視野の部分もありましたでしょうし、はい、まあ本当に沖縄の場合ですね、このお菓子で使ってるから使えないとかいう以前の問題に、はい、鹿児島とかだと例えば年間30万トンぐらい作ってるのかな、で沖縄は2000トンなんですよ。だからお菓子屋さんの需要があるからといっても普通は農業として余裕があれば取れたりするんですけど、はい、その余裕がないくらいちっちゃいんですよ実は。そういう状況でそのお菓子屋さんももう毎年芋が足りないとか、はい、芋が余ってるとか、もうそういうことをもう毎年繰り返してて、全然その計画的に生産が、はい、やれてないなっていうのがちょっと今沖縄の問題点ですね。それを変えるためにはやっぱりこのお芋のこの需要、はい、この使う人たちをもっと増やして、もっと栽培を増やしていかないとどうしても安定っていうのには持っていけないんですよ。だからこれからいろいろこうどうやんなきゃいけないことがまあ多いんですけど、なるほど。確かにおっしゃるようにこのある程度の規模感とまあニーズ用途というものが成立するからこそこう計画性ですとかいろんなバランスというものが保ちやすくなるわけですけれども、そもそものパイが小さいと選択が狭まるといいますか、難しいところなんですね。ですね。そこでなんか新しいことをやろうとすると原料がないっていう。あと今日ちょっと収録前に少し神田さんともお話しさせていただけたんですが、この農業的に言うと年間を通じての気候という意味での収穫量としてのこのばらつきみたいなものというのももちろんゼロではないと思っている中で、この
生産量がある程度限られてしまうのと、ある程度の規模感があるものとなってくると、うん、やっぱりいろんな意味でのリスクヘッジを含めてですが、うんうんうん、やっぱり違ってきますよね。そうですね、内地の方は年に1回、はい、春に植えて、まあ、11月頃までに芋を収穫するっていう1回しか栽培ができないんですけど、はい、沖縄の場合はもう年中植え付け収穫はできるんですね、はい、ただし、今、沖縄で行われている作付けっていうのは春植えと秋植えといって、まあ、4月5月に植え付ける植え付けと、あと9月10月頃植え付ける植え付けで、収穫が10月から12月頃に収穫と、まあ春夏前ですね、夏前から夏にかけての収穫っていう2回しか収穫ができてないんですよ、はい、そうすると結局その収穫時期にドンと芋が集まってなるほど、で他の時期は栽培できるのに芋がないっていう、はい、で収穫時期にドンと芋が集まると今度処理する側も処理がしきれなくって、芋はあるけど、はい、それを無駄にしちゃうっていうようなことも起こってます。はあ。だからそこをいかにその年間通じて平準化するかっていうことを、はい、その沖縄では可能なんですよね。その植え付けの時期を少しずつずらしていって収穫を毎月するっていうことは可能なので、はい、そういったこともこの先考えていかなきゃいけないことだなっていうのは、はい。なるほど。なんかいろんなヒントが出てきますね、お話の中だけでも、うん、でも生田金田さん、やっぱり情報の一つ一つというのがやはりこう作業構造の育成もそうなんですけれども、ビジネスとして捉えた時の判断の基準にも大きく作用してくるところも出てきますしね。そうですね、本当にやっぱり製造業をやっていくので一番大事なのは、もちろん売れることは大事なんですけど、はい、作らないと始まらないので、ものづくりはやっぱり原料の供給というのが正直一番最初に大事なことなんですよ。ただ沖縄自体がこの例えば沖縄以外だったら年に1回しか取れないけど、年中取れるっていうものを生かすとですね、圧倒的に競争力もつけられるこの作物でもあるんですよ。あ、やっぱり例えば機械とか、はい、例えば普通の原価収穫で言ったら年に1回しか使わないのに、沖縄の場合は年中使いますってなったら、そもそもコスト的に低くなりますし、はい、人も要するに年中常時雇用ができるので、はい、やっぱりそういう意味で言ったらかなりアドバンテージはあるんですね。ただそれを逆に言ったらまだ沖縄自体が生かしきれてないっていうのもあるんですよ。ただ現実に言ったらやっぱり沖縄はですね、この離島なので、先ほどありましたようにこのお芋が自給の作物で換金作物じゃなかったっていうのは、結局お芋って日持ちしないんですよ。だから船で運ぶのになかなか難しくてですね、はい、例えば冷蔵コンテナで運びますかって言ったら、お芋と同じぐらいの価格コストかけないと運べないっていうのもあるので、そうするとやっぱりなかなか、それで結局沖縄自体がお芋がどうしても廃れてったっていう原因ではあるんですよ。農家も結局自分の自給でいいけど、要するに収入が得られなかったら生活できないので、はいはい、それはもう、しょうがない面もあったんですけど、うん、そこをやっぱりちょっとなんか改善していくとかなり面白いことできるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、はい、むしろそういった意味での岡田さんたちのやっぱり役割というのの大きさというのが、うん、こうやっぱりいろんな意味でこう企業が活動していく上での広報支援として必要な、うん、情報源になっていくんでしょうね。そうですね。ただ私たちもやっぱり先ほど神田さんのおっしゃったようなことは無知ですので、まあ、やっぱり一緒に、はい、コラボしてやれてるっていうところが今私としてもありがたいっていう状況です。ありがとうございます。それではここでリスナーの皆さんに一曲楽曲をお届けした後、今日のお二方からですね、さまざまな形でまたお話を深掘りしていきたいと思います。今日ご紹介しますのはですね、 DJ から楽曲2曲今回ピックアップさせていただいてるんですが、私も大好きな県内のアーティスト荒幸人さん率いるパーシャクラフから今日は楽曲ちょっとお届けしたいと思います。個人的にもすごく好きなメロディーラインの楽曲なので、ぜひお昼のひととき、ゆったりとした気持ちでお聴きいただければと思います。それでは今週の1曲目お送りいたします。パーシャクラフからファムレフター。
今週の1曲目お送りいたしました。パシャクラブからファムレブタお送りいたしました。今週のアイエットラジオですけれども、シリーズ企画でお届けしております沖縄の酒類文化発展を目指して第3回目でお送りしております。ゲストお二方お招きしておりますが、九州沖縄農業研究センターより岡田義英さん、そして制服酒造神田社長のお二方お招きして今日もお話を伺っております。お二方引き続きよろしくお願いいたします。ではこの時間からですが、神田社長ちょっと中心にこの今日テーマ出ました甘藷、お芋に関連しますちょっと情報を少し深掘りしながら進めてみたいと思うんですけれども、関さんよろしくお願いいたします。はい、ですね、まあ、先ほど話したみたいにこのお芋を沖縄 です、ね、栽培、はい、まあ、こうもっと大規模にやっていく上でですね、どうしてもこの難しい面があって、はい、まずいろいろ調べて最初、はい、調べたのがやっぱり沖縄のです、ね、収穫量が面積あたりの収穫量が、はい、やっぱ県外に比べてかなり低かったんですね。面積あたりも収穫量ですね。そうです、はい、でお芋自体がそもそも暑いところでできた作物なのに、はい、それがじゃあなんで九州とかと比べても沖縄がこんなに低いのかっていうのが非常に疑問でですね、はい、まあ、当然それがそのまま玄関に跳ね返るので、そこをいろいろ調べて、まあ、この岡田さんたちにいろいろ相談してきた中で、非常にこの土壌とですね、肥料、はい、特に化成肥料とか有機肥料との関係がですね、非常にこう難しいというか、このいろいろ考えなきゃいけないなっていう部分に行き当たったんですね、はい、本当にそれでもうちょっとここをこう、改めて自分たちの中でちゃんとそれを取り込んで、ちゃんと農、まあ、うちも農業もしてますので、農家と一緒にですねちょっと考えないと作物ができないっていうのに気づきました、はい、でまあそこでですねちょっと岡田さんにぜひちょっと化成肥料と有機肥料とは何ぞやっていうのを、多分普通の人なかなか分からないんですよ、はい、有機農業と言われても、はい、だから実際この化学肥料、化成肥料ですね、と有機肥料とは一体何ぞやっていうのをちょっと説明していただきたいなとよろしくお願いします。はい、私もそのいわゆる土壌肥料が専門ではないので、はい、そんなに詳しく説明はできないんですけれども、まず化学肥料 と、有機肥料の違いって、まずその土の中っていうのはすごくその複雑系で、はい、もういろんな、細菌とかが土の中に生存している。でそういった細菌がいろんなものを有機物を分解しながらその土壌っていうのを成り立ってくるいくんですけれども、いわゆるその有機肥料っていうのはそういったそのいろんな、例えば植物の残渣であるとか、はい、まあ、よく緑肥とか要は牧草みたいなものを作って、それを畑にすき込んでいって、それを有機物として、土壌の中にいる細菌に、はい、分解させて土を肥沃にするっていうようなことをするんですけれども、はい、そういった使い方をするものが有機肥料、はい、で有機肥料っていうのはそのいわゆる長持ちするといいますか、そのいわゆる入れてその場で効いてですぐなくなっちゃうっていうようなものじゃなくて、比較的長く効果が持つ、持続するっていうような肥料なんですね、はい、それに対して有機肥料っていうのはいわゆる化学的に合成されたものですので、肥料を入れてやると最初の1ヶ月ぐらいは効果があるんですけど、やっぱりその後もうどんどん流れていってしまって、もうその後はその効果がなくなっちゃうっていうようなものが有機化学肥料で、はい、まあやっぱりその持続的に農業をやっていくであるとか、はい、そのいわゆるよく土作りっていう言葉を聞くと思うんですけど、はい、そういったことをやりながら農業を続けていくためにはやっぱり有機肥料っていうものが必要になってくる。で、まあすごく乱暴な言い方かもしれないですけど、よく肥えた土っていうのは黒っぽいんですよね。で、それに対して沖縄の土ってどちらかというと赤っぽい土が多かったり、はい、灰色の土であったりするじゃないですか、はい、やっぱりそういう土っていうのはその有機物が少ないんでそういう色になってるっていう。で、だから逆に有機物を入れずにずっと化学肥料だけでやってると、そのもうこれも極端な例ですけれども、いわゆるその砂漠化が進むというか、そういった土壌に
まあ、もう土壌と呼べなくなるような土になっちゃうっていうことですね。なるほど。非常にですね、今、まあ、この説明でも結構土壌ってすごい難しいんですよ、はい、で例えば有機肥料だけ要するに堆肥だけでじゃあ農業できますかって言ったら実はここも難しいんですね。例えば有機肥料を入れた畑にじゃあお芋植え、例えば大麦とかサトウキビ植えましたって言ったら、はい、やっぱりサトウキビが必要な栄養素だけ抜くんですよ。そうするとその有機肥料を入れた畑自体も栄養が偏るんですね。じゃあその次にじゃあ同じように大麦あサトウキビ植えましたって言った時に、はい、ちゃんと育ちますかって言ったらやっぱりその育てた栄養分自体が足りないんですよ。じゃあ そこにじゃあまた有機肥料を入れたらいいかって言ったらその残った成分がより積み重なるので、はい、栄養成分やっぱバランスが崩れるんですよ。はい、だから本当に有機肥料だけで有機農業ができますかって言ったらやっぱり難しいんですね。でそこで結局例えば足りない分を化学肥料で足したりとかですね、はい、で僕が今沖縄でちょっといろいろ試しているのが結構の輪作お芋での輪作っていうのも今試しています。例えば、まあ、このお芋をするお芋を要するに夏に作ったものをですね、冬は大麦を作るとかですね、はい、そうするとこの少しバランスが取りやすくなるっていうのもあるんですよ。これはこの土地から得る作物自体が吸収する栄養がこのばらつきを減らすという意味ですね。同じものばっかり作ってると同じものばっかり吸い取られていくんで残ったものがさらに肥料を入れるとそこに積み重なっていくっていう、はい、そうするとやっぱ土壌のバランスが崩れちゃうっていう。農業は非常にですね、もう科学でですね、なかなか難しいんですよ。ですね、なかなかこの一つの正解っていうのがなかなかないので、このもうどうしてしかも雪肥料の場合は長く効くっていうことは、やっぱり吸われる、はい、吸われるのが少ないので、あの栄養としてですね、はい、やっぱりこう効果としてパッて見にくいんですよ。だから長い時間かけて土作りもしないといけないけど、逆に言ったら堆肥だけじゃなくて化学肥料もちゃんと使って、うん、あのちゃんとしたこう農業にしていかないといい土自体ができないんですよ。偏った土ってなるとやっぱりこの pH もかなり変わってきますので、はい、じゃあ pH 調節のように石灰入れましたってなって、それって化学肥料にならないのかなって疑問も出てくるのでじゃあそのまますると pH が偏った状態で農業できますかって言ったら多分何も生えないんですよ。No. あの酸性の強い土壌って僕あの雑草すら生えないですからね、うん、なるほど雑草すらですか。本当に雑草ほとんど生えないですよ。うちの畑でそういうのがあったんですけど本当なんか何も生えないなと思ってやっぱ測ってみたら pH が異様に高かったりとかですね、うん、そういうのがやっぱり、ね、あるんですよ。そこをまず調整しないとどうしようもないし、沖縄の土壌自体やっぱり現状肥沃とはちょっと言えないので、はい、これから堆肥たくさんもちろん入れていかないといけないんですけど、そこでちゃんと化学肥料も入れてちゃんとバランスをとって最適な状況に持っていかないと農業としては多分形にはならないですね。もう作物以前の話ですね。 まずそうですね、はい、下地になるこう土壌、うん、土の状態をきちんと管理することがまずは出発点というか、はい、だからそういう意味で、まあ、ただ今はですね非常にこのウクライナの話で、はい、すごいこの化成肥料化学肥料自体がすごい値上がりしてるんですよ。もう例年の2倍とか3倍とかいう話になってきてるので、はい、やはりこれからこの化学肥料を減らして堆肥をやっぱり使う方向をやっぱりやらないといけないんですけど、そうするとやっぱりこのなんか輪作っていうのが大事になってくるんですね、はい、例えば、稲からの要するに大麦とかサトウキビっていうのは窒素分をかなり吸うんですよ、はい、で逆に言ったらお芋っていうのはあまり窒素ないあると逆に言ったらあまり育たないの でそこをバランスが取れますけど、逆に言ったらそこにさらにと豆類、はい、例えば大豆とかをじゃあその同じ畑で時期ずらして植えたら、要するに豆類っていうのは窒素を空気中から固定してくれるので、やっぱり化学肥料を使うのを減らしてきたりとかそういうのができるんですね。ただそれを沖縄で輪作回すのはなかなかハードルが高いんですよ。どうしても設備投資も、はい、例えば大麦とか、まあ、豆類も収穫したらそのままじゃあ売れますかって言ったら売れないんですね、はい、乾燥させたりとか生命膜とかいろいろやらないといけないので、はい、
沖縄にはそういうのが全部まだ揃ってないので、本当地道に今ちょっと組み立てはしてはいるんですけど。ただ今のお話の計画としてすごくいいなと個人的なイメージですよ、思えたのは土地の有機肥料に対しての吸収する成分を作物ごとにある程度分類してあげる、うん、プラス作物の時期を変えてあげることで土地の状態をきちんとキープしやすくしてあげた、そうですね、うん、上に作物の違う種類としての生産を可能にさせるという意味合いですよね、はい、そういう形で1年間ずっと畑に何か栽培ができればその土地利用の効率もいいですし、はい、逆に先ほどあのかなさんおっしゃったように、その輪作せずに例えば芋ばっかり作っててもやっぱりその例えば病気がだんだん増えてくるとか、はい、そういった障害が出てくるので、そこでやっぱり芋を一作作って次例えば麦を作る、その後豆を作る、でまた芋を作るっていうような、そうやってあの畑を回していくっていうことがやっぱりこの先重要かなっていうのは感じてますね。ああ、そうか、カナさんが前回の放送でも少し触れてらっしゃったことですね、あの単一のものだとこうあの病気とかこの収穫が難しくなった時のこの切り替えができないというか、はい、そうですね、はい、だから例えば沖縄はですね、あの日本の中で唯一この県内で作ったお芋をこの生のままでは沖縄県から出せないんですね、本当に。でこれが何でかって言ったら芋ゾウムシっていう虫がいてですね、はい、これがこの沖縄にはずっとあるんですけど、その県外にはないので逆に流れないように生芋が出せないんですよ。で それがあるんですけど、まあ、今はまた今度日本全国でこの基腐病って病気も出ててすごい大問題になってるんですけど、はい、これの芋ゾウムシと基腐病のこの対策で言ったら、はい、うちもですねやっぱり出てるんですよ、基腐病とか芋ゾウムシとか、だけどちゃんと対処したらやっぱできるんですよ。でその対処っていうのは何かしたらやっぱり一番肝は輪作になってくるんですね。例えばお芋をそのところでやりました、で病気が出ました、はい、病気があるお芋を植えた畑でそのまま病気やったらそのまま病気が移っていくんですよ。だけど全く違う作物を植えてあげると、はい、その病気が結局病気も生き物なので生きていけないじゃないですか、はい、だからそういうふうに輪作を回すのは非常に有効なんですよ。なるほど、変な話、同じ作物で繰り返してるとあの、まあ、遺伝ではないですけれども、もう土地の状態に応じて病気が広がっていきやすくなる。そうです、あの今の病気の話でいうと基腐病ってそもそもカビが原因なんですけど、はい、要はそのカビがどんどんその畑で増えていくってことになるんですね。はあの 芋ばっかりを作ってると、はい、だから そこでそうじゃなくて芋を作って、まあ、少し被害が出たとしてもその後例えば麦を作ってやることでその次の芋にの被害が それ以上増えないとか、そういった効果を期待しているっていうところですね。なるほど。だったらそれを輪作するっていうのは口では簡単なんですけど、うん、やっぱり仕事としてやろうと思ったらなかなか難しいんですね。やっぱり畑の都合で作物作っても買うのはお客さんなので、はい、需要とこの供給がバランスが取れるのかったらそれが非常に取りづらいんですよ。だからそこをこうクリアしていくためにも、まあ、僕らみたいにこの加工する人たちお酒にしたりとかですね、はい、こういうのをこう組み合わせて農業発展させていかないとなかなか難しいのかなと。確かにこの加工というものに対してのこだわりについてはもう収録とは別に直接お話しする機会がある中でも、あの神田社長からもいつもお話を伺う部分なんですが、やはりこの作物単体の利用価値だけではなくその加工もセットにしながら、うん、まあ、余すところなくこうきちんと、まあ、いい意味で使い切るといった方がいいのかもしれませんが、やっぱその部分でものすごく重要ですね。そうですね、本当にこれをやらないと多分沖縄ではできないですし、ただ沖縄本当に、まあ、岡田さんから前言われたのが、はい、分かったのが沖縄って冬ないので、まあ、年中お芋作れるんですけど、はい、冬がないから逆に言ったら蒸し類とかの要するにこのリセットができないんですよ。あ、内地雪降るじゃないですか。そうすると病気はまあ置いといても虫類害虫ですね、はい、それが沖縄の方では年中いるんですよ。そうか、はい、あ、そうか、年中取
取れるっていうことはむしろそうそう要は、うん、年中そこに虫はいるんで虫はずっとそこで生活しているっていうナイチワール逆に言ったらそれが一回リセットできるので、はい、やっぱりこの農薬の使い方とかもちょっと違うんですよね、うん、だから沖縄でタラマはナイチのやってるのを持ち込んでいる方はそうでもないんですよ。そうそうそう、だからいいところもあれば悪いところもそうやってあるんで、はい、あとはその沖縄の場合そのあ内地の場合はそのさ、芋の品種、はい、品種ももうたくさんあるんですけれども、ええ、芋の沖縄の場合も本当片手で数えられるほどしかなくって、そういうやっぱりその内地の品種を沖縄に持ってきて栽培してやっても、はい、そのうまくやっぱり条件が環境条件が合わなくってうまく育たないっていうことがほとんどなんですね。なるほど、はい、だからそのやっぱりそういった面でもその沖縄で沖縄に向いた品種作りっていうのが我々としては重要かなって思ってるし、さっきカナさんおっしゃられたようにその虫の問題にしても内地とはやっぱり 別の問題なので、そういったところにも対策するためにもそのいわゆる沖縄に向いた品種作りっていうことをちょっと我々の方でやっていきたいなっていうふうに考えてますね。なるほど。このタフケートのこう気候その彼、まあ、土壌も含めてですけれども、はい、その違いがあるけれども品種自体は増やしておくことのメリットはもちろんあるわけですよね、はい、ですね。あとそれこそさっきあの加工沖縄のお芋って加工原料用がその9割以上を占めてる、はい、で一つの品種なんですねそれが。そうなんです、はい、あのすごくいい品種作りやすくって収量も取れていい品種ではあるんですけど、はい、その今回問題になっている病気に弱かったっていうことがあって、それでやっぱり沖縄の中でも、問題にはなってきているので、はい、やっぱりその時にその品種がいろんな品種があって当然そこにもいろんな用途、その加工お菓子の加工用じゃなくて、まあ、お酒であったり、はい、あの製菓用であったりいろんな用途があってあればいろんな品種が作れるわけですし、はい、やっぱりそういう、まあ、今流行りの言葉で言うと多様性、品種の多様性がもっとあればあのこういったある病気があの突然増えたとしても、はい、壊滅的にはならないのかなっていう、いうふうには考えてます。なんか今の岡田さんの話を聞きながらだいぶ以前にあの打ち合わせでちょっと事務所お伺いした時 の神田さんと田中の砂川さんとのお話を今ちょっと思い出しながら聞いてたんですけど、やっぱりこの一つに偏ることのデメリット、そうですね、はい、このリスクというものをどう回避しながら生産とこのビジネスとしてのバランスにつなげていくかという、もうここのせめぎ合いですね神田さん。本当にここは考えないとですね、もう長い商売ができないんですよ。だから農業はやっぱりちゃんとこう農業に向いたことをしないといけないんですけど、はい、やっぱりお金に変えないとやっぱり続かないので、やっぱりこうここがもう地道な努力をしていかないとダメっていうの、まあ、それに最終的に沖縄の土がこういうことをやって肥沃になってきたらもうあの赤土の問題もかなり減ってくるんですよ。赤土もやっぱり一番の問題はやっぱり土壌流出なので、はい、これが減っていくためにはですね、土壌が流れにくくなるような、例えば園芸の家庭の例えば家庭園芸のこの黒々とした土ってあれ流れないんですよ雨が降っても。だから肥沃な土っていうのはああいう状態なので、はい、それをこう沖縄でやっぱり増えてくるとこの赤土も減ってきますし、あの海もきれいになっていくっていうメリットも出てくるので、ぜひこれは長い時間かけてもやらなきゃいけない話なんですね。いやますますお母さんたちのこのチームの役割どころというのがより大きくなってくる感じですね。まあ、そういった意味での品種もそうなんですけど、あの、まあ、後ほどちょっとご紹介しますが、その品種改良としてのプラスアルファというものもありますし、在来種と呼ばれるのいわゆる大元ですよね、はいはい、沖縄にもともと根付いていたという、はいはい、そういったものというのももいい意味で比較しながらということになるんですか。そうですね、私はやっぱりその沖縄っていろんな在来種があの昔からあってですね、はい、すごくその品種が多様だったんですね。それが、今は、まあ、あのいわゆるその例えば
県であるとか国が育成した品種に品種しか栽培しないような方向に偏ってるんですけど、その昔から沖縄にあって、それが未だに残っている品種っていうのは、はい、やっぱりその残っている理由っていうのが必ずあると思っててですね、でそこをまあ今沖縄の県内いろんなところを回って、はい、あの在来種と呼ばれているものを集めてるんですけれども、集めて、まあ、どういった特性を持ってるかっていうのを評価してるんですけど、はい、その中でさっきあのお話しした病気、はい、カビの基腐病という病気なんですけど、これ今もう日本国中で大問題になってまして、はい、あの農研機構としても農研機構を挙げて今その研究開発を行っている段階なんですけど、でそれがあのたまたま私が2018年にちょっと黒島で見つけた沖縄の在来種で、はい、あのミヤナナゴって呼ばれて、その現地、はい、現地でミヤナナゴって呼ばれてる在来種があるんですけど、はい、それを持ち帰っていろいろ特性を評価すると、もともとミヤノナナゴっていう品種だっていうことが分かってきて、はい、でそれを現地ではそのなまってミヤナナゴっていう言い方をしてたみたいなんですね、はい、でそれらの特性を評価していく中で、実はこのカビの病気にすごく強いっていうことが分かってきたんですね、はい、だから、そういった古い品種ってやっぱりそういういろんな特性を持ち合わせてるんで、はい、そういったものをやっぱり私たち集めてきて評価して、それをその品種の改良に利用していくっていうことをこの先も、はい、やっていきたいなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、特にあの沖縄は先ほど申し上げたようにその沖縄に合った品種が必要ですので、はい、そういった意味で在来っていうのは沖縄に根ざした品種ですので、はい、なるほど、そういったものを利用していくっていう、いい意味でのこの品種改良としての前提もありながらも、もともとやっぱり地域に根ざしていた、はい、在来種の良さメリットというものもやはり研究をしながらということですね、はい、そうですね、はい、またこの宮野7号ですが、今回新たな取り組みとしてクラウドファンディングのお話先ほど、はい、少し小耳に挟みましたが、はい、まあ、ちょっと この宮野7号のこのストーリーをですね、ぜひその絵本にして、あの県内 の小学校特別支援学校に、お届けしたいっていう方が現れまして、はい、まあ、それでちょっと私のところにいろいろ話を聞きに来られたんですが、彼らがそういった活動をこれからやり始めるっていうことで、ぜひ視聴者の皆さんの中でも応援していただければというふうに私からもお願いいたします。でも確かに一つのストーリーが、まあ、絵本という形になりますけれども、はい、ちゃんと子どもたちを通じて、そうですね、親御さんたちにもそのストーリーの、まあ、端末というのが伝わっていけば、はい、まあ、いい意味でのまた見直しにもつながってきますし、ね、はい、特に沖縄、最初にも申し上げた通り、そのお芋っていうのをすごく大事に扱ってきた地域で、はい、お芋は神座に祀るっていうような言葉が沖縄には残ってるようで、それぐらいそのお芋を昔から大事にしてきたっていうことがあるらしいです。で、そういった意味でその在来種、古い在来種っていうのはそういったまあ、命をつないできたといいますか、はい、うん、そういうところに役立ってきたものですので、そういったことをその絵本にして伝えたいっていうのが趣旨のようです。で今回放送が8月の3週目にあたります、20日になるんですけれども、おそらくタイミング的にはクラウドファンディング の指定ページとの情報がアップされているぐらいのタイミングなんでしょうか、ね、そうだと思います、はい、そうするとあれクラウドファンディングの専用ページみたいなものが確かあったと思うんですが、はい、キャンプファイヤーですとかそういった、はい、ちょっと私はあくまで協力者なので、詳しいところはよくわからないんですけれども、グッドモーニングっていう、はい、ところで、やるという話は聞いてます。グッドモーニングさん、はい、なのでぜひアクセスしてもらえればと思います。はい、なるほど、はい、リスナーの皆さんにお伝えしますが、岡田さんがメインではなくてですね、あくまでも協力の立場の方なので、その点をお聞き違いのないようにしてください。ただ
こういった財務省自体の情報というのも多角的に情報を出しながらですね、はい、いい意味でこう認知につなげるというのはすごくいい取り組みだなと思っていますので、そうですね、はい、はい、ちょっと番組の中でもクラウドファンディングのページでちょっと確認ができましたら、改めてオープニングのコーナー等でもちょっとお伝えしながらできればと思っております。というところで、ここでリスナーの皆さんにはもう一曲お届けしながらですね、エンディングに向けていきたいと思います。2曲目お送りしますのがパシャクラブの同じくナンバーですが、ここ最近ちょっと CM でも久しぶりに取り上げられていますので、そちらも含めてお楽しみいただければと思います。ではお送りいたしましょう。パシャクラブで海の彼方。
今週の2曲目お送りいたしました。パシャクラブのナンバーから海の彼方お送りいたしました。今週のアイネットラジオですが、シリーズ企画でお送りしております沖縄の酒類文化発展を目指して第3回目のコーナーとしまして、農業特にお芋に関連します流れからですね、さまざまな形で情報提供をいただきましたが、岡田さん、番組エンディングになりますけれどもいかがでしたでしょうか、ラジオ。まあ緊張しましたというと嘘ですけどいやまあちょっとこういうお話っていうのはなかなか一般の方が、はい、聞く機会も少ないと思いますし、まあ、なるべく噛み砕いてお話ができるようにと心がけたんですけれども、はい、うまく伝わっていれば幸いです。私自身も本当に今日すごくいい形で勉強させていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。そして神田さんも今日いろいろと情報ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、また来月以降もシリーズございますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。それではアイネットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。